DTM で音楽制作を頑張ってる皆さんへ、DTM のミックスがうまくいかない理由というテーマでお話をします。それぞれの項目での実践動画は、概要欄に URL を貼っておきます。1、ゲインステージングができていない。最初に取り上げるのは、ゲインステージングです。これは、音楽制作の初期段階で行う非常に重要なプロセスです。ゲインステージングとは、各トラックのボリュームを適切に調整し、全体としての音楽のバランスを整えることを指します。これを正確にするには VU メーターを活用し、18dB ほどのヘッドルームを設定したメーターで01をまたぐようにゲインを設定します。これを怠ると、音の一部が大きすぎたり、逆に小さすぎたりし、全体のバランスが崩れてしまいます。初心者の方は、ゲインステージングをきちんと行うことによって、音楽のクオリティを大きく向上させることと、アナログ系プラグインを最適に使うことが可能になります。2、コンプレッサーの使い方が間違っている。次に、コンプレッサーの使い方についてです。コンプレッサーは、音の強弱を整えるための重要なツールです。しかし、正しく使えていないと、音が潰れたり、逆に弱すぎて聞こえにくくなったりします。コンプレッサーはコンプを制するもの、ミックスを制すると言われるほど難しいことも事実です。基本はインプットとアウトプットを同じほどの音量で処理することが基本です。その時音量と音圧の違いもしっかり学習することが重要です。また、コンプレッサーを使う際は、音楽のジャンルや目的に合わせて適切な設定を選ぶことが大事です。3、イコライザーの時ハイパス&ローパスフィルターをうまく使えていない。さらに、イコライザーの使い方についても注意が必要です。イコライザーは、音の周波数特性を調整するためのツールです。特にハイパスフィルターとローパスフィルターは、それぞれ低い周波数や高い周波数をカットするために使います。楽器ごとの特徴的な周波数帯があります。不必要な帯域をカットすることは、楽器同士の被りを軽減し、すっきりしたミキシングと聞きやすさに影響します。これらをうまく使うことで、音のクリアさやバランスを向上させることができます。4、ベースのダイナミクスが大きすぎて低域がふわふわ安定しない。ベースのダイナミクスについても触れておきましょう。ダイナミクスとは音の強弱のことで、ベースのダイナミクスが大きすぎると、低域の音が不安定になり、全体のミックスがふわふわとしたものになってしまうことがあります。逆にダイナミクスが小さすぎると、ベースが弱くなりすぎて音楽に厚みが出ません。ベースのダイナミクスは、音楽全体の安定感と深みを生み出す重要な要素ですので、適切なバランスを見つけることが重要です。5、パンの分離が極端すぎないか。パンニングについても考慮する必要があります。パンニングとは、音を左右のステレオフィールドでどの位置に配置するかを決定することです。しかし、パンニングが極端すぎると、音が一方向に偏りすぎてしまい、リスナーに違和感を与える可能性があります。適切なパンニングを行うことで、各音が適切に空間を共有し、よりリッチなサウンドステージを作り出すことができます。特に最近はミッドとサイドという MS 処理で低位を管理したりする方式もよく使われます。6、ボーカルのメリハリは気をつけよう。最後に、ボーカルのメリハリについてです。ボーカルは曲の中心となる部分であり、その表現力は曲全体の印象を大きく左右します。ボーカルが一定の音量で平坦になってしまうと、曲に生気と動きがなくなってしまいます。逆に、メリハリをつけることで、曲に感情と深みを加え、リスナーに強い印象を与えることができます。歌がある楽曲はボーカルで出来栄えが変わります。聞き取りやすいメッセージになる工夫が重要です。
7、次の回はマスタリングをテーマに解説。これで今回のテーマについての解説は終わりです。次回はマスタリングについて詳しく説明します。マスタリングは、曲作りの最終段階で行うプロセスで、曲全体の音量や音質を調整し、曲がいろいろな再生環境で最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。次回も、音楽制作のスキルを高めるための重要な情報を共有します。本日はご視聴ありがとうございました。一緒に研究していきましょう。